じゃあ二人で変身したいと思います。変身。使うた。おはようございます。みゃーちめんそうれしもじけちゆうきです。ということで今回もやっていこうと思うんですが、今回が2024年8月の14日ということでですね、今回はですね、まあ夏休み期間ね、娘が夏休み期間というのもありまして、まあ一日ね Vlog 撮っていこうと思うんですが、今日はですね、まあ今ね朝9時を回ったところなんですけど、まあ娘の方はね図書館の方に宿題をやりに来ております。ということで僕はねちょっと仕事の合間に、まあ、朝ごはんねコーヒーでも飲もうかなと思ってるんですけど、ちょっとね午後前ぐらい10時11時あたりから今日はね今期か2回目のねプールに行きますので、プールねフォラガープール行って遊びたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは今日も最高の一日にします。それではですね、娘も帰ってきて僕もねさささささっとね終わらしたので、やるべきことはプール行ってきたいと思います。夏休みは初、今期2回目ということでね、気持ちよく泳いでいきたいと思います。こうしたらさ、いっぱい来るよね。ヤディ、一応お昼ご飯ゲットしましたね、ヤディさんのお弁当で。まあ体力あって暑くなければね、どっか帰り公園で食べようと思いますね。今日はですね、一応気温はですね車の温度計で32度となってるんですけど、まあ、ニュースラジオ等ではね33度となってましたね。なんで今午前中なんでね、どんどん温度上がっていくのかなといった感じ。到着しました、ボラガープール今季2回目。じゃあね下っていきたいと思います。駐車場も残り1台だったね、あぶね。それではね行って遊んできたいと思いますね。冷たい。行っちゃいます。階段から行く。行きます。さあ行くのです。踏み出し。思い切って行くのです。こんにちは、ポラガープール来てますね。めちゃくちゃ気持ちいい。めっちゃ水温がね低くてね、外の気温との差でしょうか、めちゃめちゃ冷たくて気持ちいいです。最高最高。一応顔は一回つけた。3秒。はい、こんにちは。嬉しい、泳いで泳いでおります。すみれし、いい感じ。冷たくて気持ちいいね。必ず行くんだけど。よさ。うん。Thank you.
相変わらずですね、プールから見えるこのボラガーネビーチねの方もめっちゃ綺麗ですね。今日なんかねアクティビティがめっちゃにぎわってて、なんかボート乗ってね出かけていきましたね。こちらの方からねパンプキンホールとかね行くツアー出発点ではあるんですよね。結構人もいますね。どうですかね、ロケーションバッチリじゃない、最高だぜ。スミレちゃんがいる、スミレちゃんが一生懸命泳ぎ練習してますね。プールめっちゃ好きみたいで、ずっとねプール行こうプール行こうって言われてましたね。ようやく今日行けました。気持ちよそうだね。選手こんにちは、どうですか、プーの気持ちは。気持ちいいです最高ですか、はい、やっと来れましたね、はい、やっと来れましたね。イエス。夏休みはもうこの1回で終わりですか。わからんなじゃあ遊んでいきますか。はい。じゃあ2人で変身したいと思います変身変身しぶれきました変身で紫ウルトラマンです下地ケチティユウキです。写真じゃあ遊んでいきます。今日いい天気だね。よし、じゃあ終わってシャワーも終わったんでね、帰りたいと思います。どうだ、すべて楽しかった、うん、もう枯れてきたけど、もう枯れてきたね、うん、オッケー、プール行ってきましたね。気持ちよかったです。でね、ちょっとね晴れてるんですけど通り雨でね、今頭上の方に雨雲があって、一瞬で雷ゴロゴロしてたんでちょっと怖いんでね、僕らは上がりましたね。なんで今からねご飯食って帰りたいと思います。うん、面白かった。うん、やっぱプール最高。うんで、どうどう、今日はですね初めて見たチェリオというアイスを買ってみました。食べちゃう、うん、じゃじゃーん、こんな感じです。うまそげだな、はい、いただきます。よき硬い、まだ少し溶けるぐらいがいい。まず中にチョコンちゃんと入ってる。すいませんが、やらせていただきます。スカウター早く食べたい。かたっ、うん、うん、あ、うまいね。最高だね。それを、うわ気持ちいい。クーラーがかかった。早かみ神家神。じゃあちょっと汚れ物をね洗濯しましょうか。あーパンツパンでは、うん、何、じゃあ弁当ね、お外で買う、やっぱ食べるのは過酷すぎるんで、お家のクーラーの下で弁当食いたいと思います。やだー、うん、まっ、うん、
サクサクサク。揚げて。よし、ちょっとあの足とかはいけんじゃないかな。ちょっと、あー、わかる、あるわ。いただきます。さあ、泳いだ後のベンティ。うん、うまいね。うん、うまい。久しぶりの泳ぎがさ、気持ちよかったんだけど、うん、手締めて冷たかった。8月最強だ。今日ね、帰りに、夜の帰りに JA さんで食ったワンダおばさんのチーズケーキみたいなのね。ワンダおばさんのお店手作りチーズケーキが賞味期限が、ね、まあ、本日までということで、まあ、半額シールね、貼られて売ってたんで、久しぶりに、昔めっちゃ好きだってよく食べてたんですけど、何年ぶりだろう、3日に食べる。お前、でかっ、ふわふわで、うまそう。ダイエット中なんですけどね、僕。やる気あるんですかね、と自分に問いたいんですけど、まあ食べる。ちなみにさっき体重乗ったんですけど、やっぱ泳いだからか、あの、弁当食べても全然増えてませんでしたね。むしろ減ってたぐらいでした。なんで、食べても大丈夫。大丈夫。しかも今日筋トレの日なんで、この後筋トレが控えてるんで、食べても大丈夫と自分に言い聞かせて食べたいと思います。うわ、うまそう。見て。やっば。今コーヒー沸かしてる。じゃあ、ワンダおばさんを久しぶりにいただいていく。うまっ。動画編集してます。ビシュー。甘いもの食べた罪悪感が拭いきれない。あ、うまっ。うまいな。うん、やろ。やば。めっちゃいこう。めっちゃ激しく急に降ってるんだけど、俺の洗濯物、一日の仕事パーや。でも恵みの雨、洗濯物はまた乾かせばいい。虹だ。ゴジラ。うわー、めっちゃ雨だった。洗濯物どうなってるかと思うんですけど、そんなことはさておき、おきめいのアイスコーナーということで、また新しい商品を見つけました。きなこもちのチョコバージョン、チョコもちゲットということで、今回これ、ね、食べてみたいと思います。いけないですよね、不思議。人参こんな感じ。うん、うまそう。今日昼もね、食ったんですけどね、こういうの。もう一回やっていい？いいんだ。スカウター。溶けるから。いただきます。あー、めっちゃ美味しそうな音した。見てね、溶けてる溶けてる、うん、あ、うまっ。おっと、これをちょっと僕の中でランクインにしてきそうな予感がプンスカッとしてますね。うん、うん、まっ。うまっ。これあんまり売ってないんだよね、チョコ餅。うん、スイーツ餅よりが売ってると思う。どう？お、ベランダが濡れてない。ということは逆向きだったら風、あ、あれが、雨が。あ、よかった、ここに入ってきてないさ。大丈夫だ。超乾いてる。今ですね、夕方散歩の方でサンセット見に来ましたね。今日はちょっと雲多くてね、見れないんですけど、うん、夕焼けっていうのかな、焼けてる空が綺麗ですね。宮古サンセットビーチの方に来てます。ちょっとね、お散歩し15分ぐらいしてから、この涼しい中をね、お散歩して帰りたいと思います。
曇っててもね、綺麗なんだよね。雨さえ降ってなければ。さっきの大雨は何だったんだっていうね。今日の夕ご飯、ゴーヤー丼。やっばに、ちょっと鶏のね、蒸し煮を作ってみました。鶏むね肉のに、キムチですね。いただきます。ゴーヤー丼うまそうじゃないこれ。あ、うまっ。成功やん、普通に。で、鶏の蒸し煮をね、最近作ってて、今度ね、成功したら、今実験段階なんですよ。紹介しますね、これ。こんな感じ。うん、これ成功じゃないかなと思うんだけど。うん、うまっ。成功。うん。で、これをサラダとかに入れて食べようかなと思ってますね。こうやってタッパーに保存して。うん、うまっ。ヤゴちゃん。お願いします。見してきた。ゴーヤーを食べております、スンベレさんが。どう？そっか、靴。これ押すんだから、スンベレちゃん。何苦手ってこと？ということでね、今日1日やっできました。いかがでしたでしょうか。まあ、夏休みでこんな感じで下地家遊んでおりますよということで、今日プール行ってね、まあいろいろ生活、普通に日常生活して、まあ夕日見て眠るといった感じなんですけど、いかがでしょうか。皆さんはいかがお過ごしでしょうかということでね、もう眠っていきたいと思います。今日はね、ノンアルね、昨日もノンアル、ちょっと最近は控えてますということで、やっていきたいと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。下地家父ゆうきでした。ではバイバイ、おやすみなさい。